球場にね、現れる姿なんかは、自転車のね、カゴにバット2本刺してね、自転車を越えてくるという姿は、本当にね、野球小僧さながらと。ケティです。お疲れ様です。今日は2月10日ということで、カープラボを元気よくスタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで今日の動画はドンということで、2023年春季キャンプ、振り返りとこれからということで、まあ本日休養日となっておりまして、昨日までに第2クール終わりました。そして明日から第3クールスタートということで、よりね、実践的な練習といいますかね、段階に入っていくのかなというふうに思いますのでね、ちょっとね、この段階で一旦ね、これまでを振り返っていこうかなというふうに思います。まあ単純にね、だらだらと振り返っても仕方のないで、アピールに成功した選手なんかをね、取り上げながら見ていきたいなというふうに思います。なのでまあレギュラークラスですね、去年のレギュラークラス、そして今年もね、レギュラーとして活躍してくれなきゃ困るという選手の名前はね、特に出てこないかなというふうに思いますので、頑張ってアピールしてレギュラー取りとかね、一軍生き残りをかけた選手の中で、頑張っている選手なんかを見ていきたいなというふうに思います。はい、ではまずはじめは、これからのね、日程を確認していきたいと思います。ドンということで、まあ明日からね、第3クール2月11日からスタートしまして、翌日ですね、12日、13日と、2日連続で紅白戦の方が予定されております。まあここはですね、おそらく2軍の選手もね、何名か呼び寄せて紅白戦を行って振るいにかけていくのかなと、沖縄行きのチケットを取れるのは誰かという感じで紅白戦の方が行われると思います。まあその後沖縄に移動しましたらね、もうさらに実戦がね、増してきまして、練習試合、オープン戦がつながっていくという形になっておりますんでね、まあな、今まではね、新井監督常にポジティブにね、100点100点といい感じで来てるというふうにおっしゃってるんですけども、まあここからね、どん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 ふるいにかけていかなきゃいけなくなりますので、ちょっとね、厳しいコメントも出てくるのかなというふうに思いますね。選手の皆さん頑張ってください。はい、ということで、第2クールまでにしっかりね、アピールできた選手を見ていきたいと思います。まずはじめはこの選手、ドンということで、まずは外野手の大森選手ですね。まあこちらはですね、フリーバッティング、シートバッティングでね、コルニエル投手とかからね、安打性の当たりをね、連発しておるということで、さらにね、走塁意識もしっかり高く持って、しっかり前の塁、前の塁を目指しているという姿を見せてくれております。まあもともとですね、足の速さも十分あります。肩の強さもある。守備もうまいということで、あとはね、課題はバッティングだけだったということなので、その中で、しっかりね、フリーバッティングで結果を残しているというのはいいかなというふうに思います。まあ松山選手と、実質それを共にして、しっかりね、技術を盗んできたのかなということでね、これはもう西川選手、野間選手、秋山選手もね、うかうか知られないんじゃないかなというふうに思います。で、昨日ですね、ちょっと練習中に、強殺プレーの間に、頭にね、ボールを食らってしまったということで心配されたんですけども、今日、休日返上で、打撃練習を行っていたと、室内でバッティング練習を行っていたという情報も出てきておりますんで、まあここは大丈夫だったのかなというふうに思います。で、球場にね、現れる姿なんかは、自転車のね、カゴにバット2本刺してね、自転車を越えてくるという姿は、本当にね、野球小僧さながらの姿だったんでね、本当に今ね、野球が楽しいんじゃないかなというふうに思いますんで、大森選手、これからも頑張ってください。はい、ではその次行きたいと思います。ドンということで、今度は内野手ですね、矢野選手、こちらもですね、非常に昨日かな、走塁高い意識持って次の塁次の塁ということで、いい判断、そしていいスピード、いい加速というのを見せてくれておりますんでね、まあ守備の方はもうね、本当に小園選手を上回ってるのかなぐらいの、アピールはできておりますんで、あとはバッティングなんですけども、まあそこもね、なかなかすぐバッティングがね、上達するもでもないんで、こうやってね、走塁でしっかりアピールして、チャンスを伺っていってほしいなというふうに思います。矢野選手頑張ってください。はい、さらにですね、田中康介選手、まあ、こちらの選手をね、このアピールしている選手という位置づけにするのはちょっとね、失礼かもしれないんですけども、まあ、ここ数年のね、成績を見るとしっかりね、アピールしていかなくちゃいけない選手というふうに位置づけられておりますんでね、あえて書かさせていただきました。でもですね、しっかりこのキャンプはね、バット振れてるかなという印象を受けておりまして、逆方向にね、強い当たりなんかも出ておりますんでね、非常に状態いいのかなというふうに思います。で、守備の動きもね、非常にいいというふうに新井監督おっしゃっておりましたんで、期待したいなというふうに思います。田中選手がね、復活したらこれはね、面白いかなというふうに思いますので、まあ去年は夏以降かな、下に落ちてその後上がってくることなかったということで、ちょっと寂しいんですけども、田中選手が、今年頑張ってくれたらね、カープまた浮上するのかなと。年齢的にはね、まだまだいけるというふうに金本選手なんかもね、言っておるんで、頑張って、鳥谷選手もね、言っておりました。田中選手、まだまだね、キャリアハイ目指して頑張ってください。はい、その他見ていきたいと思います。ドンということで、ここはですね、外野手の2人、末金選手、木下選手という若手の2人ですね、まあ末金選手
手年齢的にはね若手には入らないんですけど、まだまだ2年目ということで、ね、頑張ってほしいんですけども、まあプレーもさることながらね、しっかり声とかね存在感で、アピールの方できているのかなというふうに思います。で木下選手は、まあ、去年のね秋のキャンプからしっかりアピールしておりますし、末金選手も新井監督がね特に目をかけているような感じもしまして、ロングティーではね一人延長で、ホームラン打つまで終われないよとやったりとか、昨日なんかねものすごい格好でやっておりましたね。あのメジャーリーガーからもらったアンダーシャツを着て、ロングティーをやったということでね、ちょっと目立っておりましたんで、まあ他のね、実戦のところではね、あんまり結果出てるような雰囲気はないんですけども、まあ存在感はね、示せておりますんでね、沖縄行ってね、しっかりアピールできるといいかなというふうに思いますんで、明日からのね、紅白戦等も、第3クールもね、頑張ってアピールの方を続けていってほしいなというふうに思います。はい、というわけで、ここからはですね、アピールということではないんですけども、個人的にね、感じ良さそうだなという選手を見ていきたいと思います。ドンということで、まあ、堂林選手と上本選手と、こちらの2名ですね。まあ、こちらの2名もですね、年齢的に30超えてきてるのかなという選手なので、ここでガツガツアピールというような立場の選手ではないというふうに思うんですけども、堂林選手なんかはね、右方向へヒットを打ったりとか、上本選手は痛烈なね、ライナーをかっ飛ばすという感じの当たり、連発しておりますんでね、非常に状態はいいのかなというふうに思います。こちらのね、2人も怪我なくね、このまま、しっかりね、最後まで、完走していってほしいなというふうに思います。はい、次はですね、ちょっとアピールできてないかなという選手を紹介します。ドンということで、内野手で二俣選手、そしてね、外野手では中村健人選手というふうにね、挙げさせていただきました。まあ、二俣選手はね、自分もユニフォーム、購入したぐらいね、気になっている選手ではあるんですけども、ここまでね、ちょっと目立ったところはないかなというふうに思いますんでね、これから第3クールね、しっかり、ひょっとしたらね、実戦向きかもしれないんで、しっかり第3クールでアピールしていってほしいなというふうに思います。そして中村健人選手、このね、先ほどね、大森さんやね、末金さんと、いった外野手がね、しっかりアピールしている中で、ちょっとね、物足りなさを感じておりますんでね、これから頑張ってほしいんですけども、まあ相変わらずね、守備の方では、十分ね、力の方を発揮してくれておりますんで、まあ守備でね、使えるというのは非常に大きいというふうに思います。宇草選手はなんかね、バッティングダメですと、守備がちょっといまいちということになりますんで、なかなかね、試合に出るチャンスはないんですけども、中村健人選手はもう守備がね、しっかり計算立ちますんでね、バッティングさえ頑張れば、しっかりね、スタメンのチャンスもあるというふうに思いますんでね、中村健人選手もね、これから第3クール頑張っててほしいなというふうに思います。はい、その他ですね、もう順調だという選手はこちらです。ドンということで、もうね、デビッドソン選手ですね。何はともれ、はい、130メートル弾を放ったり、バックスクリーン直撃弾を放ったりということで、まあね、日本、来日1年目とは思えないね、順調な仕上がり見せてくれておりまして、この時期でね、しっかり、バックスクリーンへ運ぶというような体の出来というのはね、本当に素晴らしいというふうに思いますね。これからね、さらに、実戦に近い、形になってくると思いますので、ね、ここでね、どのようなバッティングができるかというのもみんなね、注目していると思いますので、デイビッドソン選手頑張ってください。はい、そしてね、もう西川選手もね、ここまで順調かなというふうに思います。ロングティーなんかでもね、柵越え連発ということで、まあ、ロングティーはね、やっぱり飛びにくい練習だと、打球を飛ばしにくい練習だと思う中で、しっかりね、柵越えを連発しているということなのでね、もう西川選手の順調具合を伺わせております。栗林投手と対戦した時のね、インコースの厳しい球をくるっと反応してホームランを打ったというのも本当にね、状態の良さを伺わせておりますんで、あとはですね、やっぱり怪我をしないことということで、まあオフの間にね、しっかり怪我予防のトレーニングもしてきておりますんで、まあそれがね、さらにバッティングの方にも生きているのかなという印象を持っておりますんで、こちらの2人の選手からは目が離せません。実戦になってもね、頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、といった形でね、第2クールまでの選手のね、振り返りの方を行っていきました。はい、もう一回ね、日程の方を見ていきたいと思います。ドンということで、まあ先ほどもね、ちょっと見たんですけども、明日1日ね、第3クール練習初日終わりますと、紅白戦がスタートしていくということで、その後ね、沖縄に移って、DeNA、ロッテ、楽天と、練習試合を挟みまして、オープン戦がね、ジャイアンツ、ドラゴンズ、ソフトバンクというふうに始まっていきます。で、3月入ってソフトバンクとなりますと、こちらですね、もう沖縄から、本土の方戻りまして、ペイペイかな、ペイペイでの、オープン戦始まりまして、ちょっとね、ここ乗ってないんですけども、3月13、14かな、14、15ぐらいに、バンテリンの方で、ドラゴンズのオープン戦も控えているということになりますんで、まあ、ここはですね、自分どちらかはね、見に行こうかなというふうに思っております。平日の、2時スタートなんで、ちょっとね、仕事を休まないと見に行けないということなんで、さすがにね、2日連続は難しいんですけども、まあ、どちらかはね、しっかり見に行って、応援といいますかね、しっかり観察といったところをね、やっていきたいというふうに思いますんで、そちらのね、映像の方もまた皆さんに見ていただきたいというふうに思いますんで、お待ちしていただけるといいかなというふうに思います。はい、というわけで本日ですね、第2クール終わりまして、休業日となっておりますので、ね、皆さん退屈な一日過ごしたかと思いますんで、今日はね、これまでの振り返り、そしてね、これからを見ていったという動画になります。最後までご視聴の方ありがとうございました。
はい、ということでこちらのチャンネルは、このようにカープについてとことん喋っていくチャンネルとなっておりますので、カープファンの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。シーズンの方始まりまして、試合がね始まりますともっとね、細かいところに切り込んでいこうというチャンネルになっておりますんで、今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はですね、大森選手、アピール成功してさらにね休日返上で頑張っていたということで、大森選手に向かってカモン、ありがとうございました。失礼します。I'm not afraid to die.